まあ、本日のアウトレットコーナーはちょっと結構熱いですよ。ということでやっていきましょう。おたちゅうさんでですね、ストレージ、久々にちょっとストレージを漁ったんですけど、結構いい感じのストレージのカードがあったんで、ちょっと何枚だろう、結構買ってきたんですよね。ただこれ一式で3200円かな結構買っちゃったんですけど、まぁ、ちょっと見ていきたいなと思います。ということで1枚目からいきます。はい、ということで1枚目が砦を守り送る竜のスタジオダイス版のスーパーレアですね。ダイス版って確かこれなんか1000円とかするとことがあったらしいんですけど、これ100円でいいのかな。で次いきます。はい、チェーンデストラクションですね。チェーンデストラクションの2期ウルトラ、結構これイラストかっこいいですよね。ちょうど今遊戯王のアニメ見てて、このチェーンデストラクションが活躍してたのもあって、ちょっとね目について買いました。はい、次、はい、カードを狩る死神ですね。これスーパーレアなんですけど、このカード珍しいのがあれなんですよね、端数が1830とかっていう、なんか端数50とかならあるんですけど、30っていうすごい珍しいとか、なんかややこしくなりそうなカードなんですよね。これも遊戯王で確か最初の方、デュエリストキングダム編で多分活躍してた、敵が使ってたカードですね。はい、次、はい、現世と冥界の逆転、なんかイラストが良かったんで買っただけですねこれはい、次、あ、援軍ですね。援軍の初期ノーマル、援軍の初期も結構なんかゲームとかで最初の方のなんていうんですかね、遊戯王のゲームとかで最初こういうのがもともと初期デッキに入ってたりするんで、なんかそれの思い入れですねって買った感じですね。はい、次、はい、ミノタウロスですね。あの社長のしもべですね、これは社長のしもべのミノタウロスです。はい、次、レインボーフィッシュ、これも昔やってたゲームで結構使ってたんですよね。あの星4の1800っていう地味にいい感じで、かつ単調なレインボーこの単調なレインボーフィッシュなんか好きですね、こういうの。はい、次、あ、ここから200円以上ですね。はい、カースオブドラゴンのノーマルですね。カースオブドラゴンのノーマルっていうか、スーパーレア以上とか初期とか持ってないんですよね、そっちも欲しいな。はい、はい、暗黒騎士ガイアの初期ノーマル、これもそうですね。この前初期は買ったけど、2期とかのレリーフとかは持ってないんですよね。レリーフとかバチクソ高いから、買えるかどうかすら怪しいけど、まあ、狙っておきつつ、って感じですかね。はい、ハーピーの羽暴起の2期のウルトラレア。これちょっとここに線傷入ってるんですけど、まあ比較的綺麗なんで買っちゃいました。個人的にはこの2期のイラストの方をめっちゃ見てたんで、こっちの方がなんか馴染み深いっていうのがありますよね。はい、ブラックホールの初期のノーマルかな、これ。これもいいですよね。イラストが綺麗。てか、イラストが好き。なんか、物心ついた初めぐらいに遊戯王カード持ってたんですけど、なぜか。その時に持ってたカードの中の1枚でブラックホールがあったんですよね。はい、次。ここから300円ですね。はい、ワイルドウィングマンのレリーフですね。レリーフで300円ってなかなか安いですよね。ちょっとこれは、1枚持ってるんですけど、買っちゃいましたね、もう1枚なぜか。はい、次。気まぐれの女神の、初期スーパーウルトラですね。これもなんか綺麗なやつ、割といいお値段してたんですけど、300円って多分700、800円ぐらいしたかな。だけど半額以下だったんで買っちゃいました。次、はい、緊急道庁のレリーフですね。これもレリーフ集めてたんで、てか持ってなかったんで、これは普通に買いました。で次、あ、ここから400円、あと2枚なんですけど400円ですね。カイルスライムですね。これなんかプレミアムパックだっけかなんかのやつで、本当は大砲だるまもあったんですけど、向こうに大砲だるまはちょっとどれも傷がすごくてちょっと買うのやめましたね。とりあえずカイルスライムはこれ綺麗だったんで買いました。で最後、全、はい、ホーリーエルフのノーマルですね。ホーリーエルフ今高いですよね、スーパーとか。あの初期のやつとかはめっちゃ綺麗なやつ、普通に1万とか超えるレベルなんで、ノーマルもちょっと今のうち持っておこうと思って買いました。ということで、まあ、遊戯王のストレージはこれで全部ですね。で、次、エルドラードさんのやつですね。こっちはディエマです。ということで、今回1000円と300円かな ?1000 円と300円いきます。じゃあ300円からいきます。せーの。はい。ということで、黒神竜イズリストバル。イゾリストバルですね。このカード、多分初期の方で出てきたゼロプラス
あのデュエルマスターズって確か最初あのアタックパワーというかパワーがゼロだと強制的に破壊されるんですよね確か。なのにもかかわらずゼロっていうで墓地の闇クリーチャー1体につき2000なんですけど、まあ当たり前の話、例えば墓地にこれクリーチャーいなかった場合は闇が出した瞬間に破壊するされるっていう、あのなんだっけ、黒神竜ゼキラだっけ、まあ、あれは自分の場のやつ一体破壊だけど、まあ、自滅するカードですね。でこちらが1000円ですね、不死鳥編のあのカード、あのカードってなんだはい、いきます、せーの、はい、ということで超新星プルートデスプリンガーですね。まあこれもかっこいいですよね、あの特にコロコロコミックのあのエジプト編ではデュエルマスターズの、活躍してた、ちょっと活躍してたカードですから。というところで本日のストレージアウトレットコーナーでございました。はい、本日のアウトレットコーナーです。というかこれストレージコーナーですね。名前というか企画名がごっちゃになってきてるんですけど、まあもういいです。はい、はい、ということで1枚目からいきます。はい、こちら砦を守る翼竜のスタジオダイス版ですね。あのこれ前回買ってるんですけど、まああの買っちまいましたね、もう1枚あのド忘れでということで1枚目、はい、2枚目、はい、ダンシングエルフですね。これ200円でなかなか安いですよね、傷もそんなにないですということです。3枚目、はい、追いはぎゴブリンの初期スーパーレアですね。400円なんですけど結構綺麗です。次4枚目、はい、ネフティスの方針のシークレット。ちょっとシークレットなんか今これレリーフとか結構いい値段するんですけど、逆にシークレットも集めちゃおうかなとシークレットもちょっと集めてみようかなっていうので今シークレットもちょっと集め中ですね。はい、5枚目、はい、闇これ200円、割と綺麗なんですけどつい買っちまいましたね。この闇っていう語呂がいいですよね。はい、200円です。はい、6枚目、サンダーボルトの初期ですね。これ300円、結構安いんですよね。まあそうですね、傷自体は結構あるんですけど、まあまあまあ全然綺麗です。で次7枚目、はい、セイントマジシャンの初期ですね、初期スーパーレア。これもそうですね、綺麗綺麗オブ綺麗なんですけど、300円だったらかなり破格の値段だと思います。で最後ですね、最後はこちら進化の前の初期スーパーですね。これも結構綺麗だと思います。ということで今回のストレージですね、ストレージちょっとね喋ることが多すぎてねちょっと息切れになるんだけど、比較的いいカードが手に入ったのかなと思います。はい、以上です。